島越次郎は元 NHK チーフアナウンサー。南国鹿児島県で生まれ後に東京へ移る。海上高等学校を経て武蔵大学卒業後、1975年入局。36年近くにわたったアナウンサー生活の大半は北海道での勤務だった。これについて本人は公式プロフィールで現役最長記録としていた。初認知旭川を 終わりの住みかとし、3度目の旭川転勤は、定年が近かったためで、島定年後の統括業務を担わせるため、アナウンサーの村上里和が2010年7月に、札幌から移っている。2011年2月28日をもって、NHK を定年退職した。2011年10月に、CRI、中国国際放送局で日本語部専門家として、勤務。 現在は、旭川市で、音読教室を開催している。趣味は、ウォーキング、パチンコ、カラオケなど。在籍時に掲載されていた、旭川局公式プロフィールによる。後に、市川康史、福井真治、久保田茂などの北海道勤務が多い穴も近い、記録となる。AB、アナウンサー性揃い。web.archive.org、2021年3月20日。 閲覧。実際には2010年6月に移動が決まっていたが、同時期に第22回参議院議員通常選挙があった、関係で7月からの勤務となっていた。ありがとうございます。